の日の悔しさは忘れない。行くぜ、てっぺん。ジェッツーチャンネルは鎌ヶ谷工業の提供でお送りします。おい、うちへの、はい、メイキングカメラも入るんですね。はい、インタビュースキルレベルアップ、レベルアップ、はい、なんの今シーズンの意気込みをお願いします。アップでダンクをすることです。え、できるんですか？もうちょいです。ジャンプ力強化中。原選手、あ、原はできますもん。あ、もうできます。もうできます。石井さん、あとどれぐらい？あと、もう一質問ぐらいいける？もう一質問。もう一質問。調子はどうですか？調子は…調子いいっすよ。参院選の告知の動画を撮りました。去年はなんていうんですか、袴でセリフなしで切るやつだったんですけど、今回ナレーション付きだったのでまた違った難しさがありました。やるしかない。はい、行くぜ、てっぺん。はい、難しいです。難しいですか？やっぱセリフがあると、ちょっと演じる部分もあるんで。スタート。あの日の悔しさは忘れない。はい。もう一回行きましょうか。違う。もう一回行きましょうか。忘れない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 。そうですね。そうですね。はい。あの日の悔しさは忘れない。あの舞台に戻るためにもっともっと強く。はい、OK です。はい、わー、もうほんと最後のリーグ優勝を何が何でも勝ち取るためにシーズンまずは勝つことが大事なので、一試合一試合全力で見てるお客さん感動できるような試合をやっていきたいと思います。また今シーズンも毎試合モノシアリーナに来ていただいて、本当に満員の中でプレーすることが選手の力になるので、ぜひ会場に来て熱い声援を送ってください。今シーズンも一緒に日本一取りましょう。よろしくお願いします。Z2 チャンネルは鎌ヶ谷工業の提供でお送りしました。